皆さん、こんにちは。昨今、ジャニーズ事務所の元社長であるジャニー喜多川氏の性加害について、世界からも注目を詰める大スキャンダルとなり、連日報道が過熱しています。ところが、関係者によれば、それら報道にある疑問があるとしているのです。それはなぜ、ジャニーズ事務所の問題は性被害のみ追及されるのかということです。界隈で噂になっている例の注射の件は、なぜ取り上げられないのか、なぜ BCC は告発しないのか、ということが議論の対象になっているようです。そもそも注射の存在を知らない人もいるのではないでしょうか。今回は、ジャニーズ性加害問題を別の切り口で扱ってみたいと思います。ジャニー喜多川氏は、児童への性虐待にとどまらず、人体改造をも行っていたという話は有名なのだそうです。BCC は、この件についても切り込んでいく責務があると言えます。追及するのであれば、せっかく突破口を開いた放送局に徹底的に取り扱ってほしいと願っている被害者がいます。光源氏でデビュー予定だった木山翔吾さんによるスマップへ、そして全てのジャニーズタレントへには、次のような描写が存在します。ジャニーさんが注射打ってくるんだよね、聞くと、デビューするにはある注射を打たなければならないというのです。すでにこの時には僕以外の全員がジャニーさんにそれをされていたのだ。あれって何の注射？ホルモン剤とかって本当？なんでホルモン剤なんか打つんだよ。僕らは周囲の人間に聞かれないようにひそひそと話をしたが、やはり誰もその実態を知らないまま、ジャニーさんに強制的に打たれていたようだ。そんな不気味な噂に恐怖を感じるようになった木山氏に、光源氏で共にデビューする予定だった諸星和美がこんなことを言ってきたという。次は木山くんだから注射打たれる番。このホルモン注射については、元ジャニーズジュニアの平本淳也氏が1986年に上司したジャニーズのすべて6歳者の中でも克明に記されていました。以下引用します。ジャニーさんは少年に女性ホルモンを与えることによって生理的肉体的変化を求めていた。例を挙げれば郷ひろみの声、男の子が思春期となっても声変わりのしないことは当時結構騒がれた。マッチの脇毛も10代後半まで生えてこず不思議がられていた。トシちゃんは若い頃は体毛が薄かったのだが、20代半ばを過ぎると胸毛が濃くなり、すね毛も多く全身の毛だらけになってしまった。このホルモン注射の噂は昔からあったのだが、大きく取り沙汰されたのが光源氏の赤坂明の成長過程が不自然だということからだったと記述されています。ジャニーズ事務所内で行われていた謎の注射の中身は何なのでしょうか。そもそもジャニーズタレントが小柄なのはなぜなのでしょうか。そしてそれが大々的に明るみに出てこず、犯罪として告発されなかったのはなぜなのでしょうか。昨年より何かと芸能の話題に登場するのはジャニーズ事務所関連のことです。キング&プリンスの平野翔さんをはじめとした3名の脱退や、ジャニーズジュニア内ユニットインパクターズのメンバーが全員退所など、ジャニーズ事務所に関する話題は尽きません。さらに所属タレントに関する話題だけでなく、ジャニー喜多川氏の性加害を告発する声が相次ぎ問題となりました。大スキャンダルとなっており、あのマイケル・ジャクソンの日ではありません。ジャニーズ事務所内で行われていた謎の注射の中身は一体何だったのでしょうか。話によれば成長期に打たれていたとの証言があります。過去ジャニー喜多川氏に女性ホルモン注射を打たれていた可能性が出てきました。調べを進めていくと、このジャニーズ事務所が女性ホルモン注射を打たれているという噂は昔からあったそうです。理由は当時ジャニーズ事務所に所属していた郷ひろみさんの声変わりがないことや、田原俊彦さんの体毛が若い頃薄かったことが例として挙げられています。さらにこの噂の信憑性を高めたのは、2005年に木山翔吾さんが上司したスマップへ、そして全てのジャニーズタレントへ6歳者の内容でした。木山翔吾さんは元光源氏でデビュー目前ながらジャニーズ事務所を退所されています。この書籍で木山翔吾さんは受けた性的な虐待の事実を暴露していて、その中には女性ホルモン注射についても書かれてあったことは先の通りです。
木山翔吾さん本人は女性ホルモン注射を打たれることに恐怖を感じ、打たれることなくジャニーズ事務所を退所したようです。木山翔吾さん本人が打たれたわけではないので真相は分かりません。ただ光源氏の諸星和美さんから女性ホルモン注射を打たれるという話を聞いたということや、ジャニーズ事務所で語られていた噂話は一つではないことから信憑性が高いとも考えられます。しかしジャニーズ事務所の経営についてはジャニー喜多川氏から藤島ジュリー景子氏に引き継がれた後は現在も女性ホルモン注射を打たれているということはないと思われます。ジャニーズ事務所はこの謎の注射の影響で何を求めたのかというと、男性として成長させないということを目的としていたようです。実際に身長が伸びないということはありえないことではありませんが、個人差があると思われます。注射の中身に入っている女性ホルモン注射の効果は、肌や髪をきれいにする、身長が伸びるのを止める、体毛を薄くするなどがあります。女性ホルモン注射を打たされていたと考えられる光源氏のメンバーの諸星和美さん、佐藤博之さん、山本純一さん、佐藤篤弘さんは確かに160センチ台で日本人の成人男性の平均と比較すると少し低い部類に入ります。しかし一方で内海浩二さん、大沢みきおさん、赤坂明さんは178センチ程度で高身長です。そのため必ずしも女性ホルモン注射の影響で身長が伸びないとは言えないようです。まさに個人差があるようです。ジャニーズタレントが小柄な理由は、ジャニー喜多川氏が小柄で可愛らしい男性が好みであることが理由だと言われています。小柄で人気のあるジャニーズ事務所のタレントというと、関ジャニ∞の安田章太さん、平成ジャンプの山田涼介さん、知念優里さん、セクシーゾーンの佐藤勝利さんなど多くの小柄なタレントがいます。ジャニー喜多川氏のお気に入りであると噂されるタレントが総じて小柄であることが多かったことは事実です。注射の効果でないにせよ、そのような傾向にあったことは間違いないでしょう。ジャニーズ事務所では成長期に女性ホルモン注射を打たされていたかについてはグレーゾーンです。今後の調査の推移を見守る必要があるでしょう。ジャニーズ事務所関連の話題として昨今話に上がってきたのが、元光源氏の大沢みきおさんが東京都北区の区長選に出馬し話題になったことでしょう。その傍ら、同じく元光源氏の赤坂明さんの情報が少しだけ紹介されていました。赤坂明さんといえばまさに落ちたアイドルそのものといえる人生を歩んでいます。光源氏結成35周年を迎え復活のなどの噂がありますが、再び赤坂明さんへの注目が集まっているようです。光源氏の元メンバー赤坂明さんは2023年現在、宮古島で焼肉店589琥珀を営んでいます。現在は結婚しておらず、元妻との間に生まれた21歳の長男と一緒に暮らしているそうです。元妻は赤坂明さんの堀越高校の2年先輩で、長男は2002年6月に誕生しました。結婚したのは2001年11月ですので、授かり婚ということになります。赤坂明さんが宮古島に移住したのは2015年頃とされています。2015年には舞台未来かないからウロボロスの宝玉からで芸能界復帰を果たしていましたが、同時期に宮古島へ移住します。現在も芸能活動を続ける傍ら、生活の拠点は宮古島に置いているようです。現在赤坂明さんの映画出演情報が報じられています。赤坂明さんは2022年11月宮古島を舞台にした映画バンダガトウの撮影に臨んだようです。赤坂明さんの映画出演は1995年公開の極道の妻たち赤い絆以来27年ぶりのこととなります。11月20日から1週間ほど、大橋隆監督が宮古島を舞台にした映画バンダガトウの撮影を行ったのです。大橋監督によれば、環境問題や宮古方言を残していくことなど、いろんなテーマを盛り込んだヒューマンドラマとのことです。その作品に赤坂さんがゲスト出演したのですと関係者は述べています。バンダガトウはふるさと映画祭の企画の一つで、
2023年12月に公開される予定です。バンダガトウの主演は1000人のオーディションから選出された7歳の山田ダンキズナさんです。マックスのナナさんやスリムクラブの前田健さんなどの多くの沖縄県出身の有名人たちも出演されるそうです。バンダガトウのプロデューサーが赤坂明さんの宮古島での友人ということで、赤坂明さんに出演オファーがあったようです。赤坂明さんが演じたのはバーのオーナー役。映画にはできるだけ市民に参加してほしいという監督の方針で、多数の宮古島市民がエキストラとして出演しています。2022年現在ではメディアの露出がほとんどない赤坂明さんですが、どのような人物なのでしょうか。赤坂明さんは1973年5月8日生まれの現在49歳です。元光源氏の佐藤敦弘さんと同じ年です。デビュー当時は14歳で、同学年ということもあり、赤坂明さんと佐藤敦弘さんはとても仲が良く、今でも交流があるようです。赤坂明さんが経営されている焼肉店琥珀のインスタグラムもフォローされていました。赤坂明さんは光源氏のメンバーとして爆発的な人気を誇りました。1995年の解散後はドラマや舞台などで主に俳優として活躍していました。 TBS ドラマホテルのベルボーイ役が有名です。しかし赤坂明さんの転落人生は2007年から始まります。2007年10月、豊島区東池袋の路上で覚醒剤 1g を所持していたとして、覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕されました。ジャニーズ事務所は2008年10月、赤坂明さんの懲戒解雇を発表し、同時に2008年3月に赤坂明さんが離婚していたことも発表しました。なぜこのタイミングでの発表だったのかは未だ不明です。この事件で赤坂明さんは懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決を受けました。事件後、赤坂明さんはバーを立ち上げて経営していましたが、2009年12月に宿泊していたホテルで覚醒剤の使用が再び発覚し逮捕されました。執行猶予中の逮捕ということもあり、この時は実刑判決でした。懲役1年6ヶ月の判決を受けてしまいます。2012年まで服役し出所しています。その後は新宿歌舞伎町で昭和バーというバーの店長になっていたようです。何かと問題行動が多い光源氏の元メンバーの中で実刑判決を受けて収監されたのは赤坂明さんだけです。赤坂明さんが2度目の逮捕をされた2009年には、元男組の成田昌司さんも大麻取締法違反で逮捕されていますし、やめジャニたちの不祥事で揺れた年となってしまいました。その後もカトゥーンの元メンバー田中聖さんや田口淳之介さんなどが覚醒剤や大麻関係で逮捕されています。赤坂明さんは覚醒剤で芸能界を追われた、やめジャニの走りと言えるでしょう。宮古島で芸能活動と焼肉店の経営、それぞれを行っている赤坂明さんですが、気になる現在の年収について見てみましょう。まず芸能活動ですが、2018年から配信シングルなどで徐々に活動しているものの、配信シングル3本、ミニアルバム1枚、2018年にライブを2回という活動状況で、あまり活躍しているとは言えない状況です。収入の柱は焼肉店琥珀にありそうです。焼肉店琥珀は宮古島のメインストリート沿いにある人気店です。ただし赤坂明さんは焼肉店琥珀を一人で経営されているわけではなく、共同経営ということですので、利益を仮に折半すると年収500万円程度になりそうです。いかがだったでしょうか。今回は赤坂明さんについていろいろと調べてみました。12月24日には同じく光源氏の元メンバー諸星和美さんと共同イベントにも出演されるそうで、芸能活動が徐々に活発化しているようです。パラダイス銀河、ガラスの10代などヒット曲を飛ばしたジャニーズ事務所の伝説の7人組グループ光源氏の元メンバー赤坂明さんがインタビューでグループ再結成への思いを告白しています。一部媒体のインタビューで元メンバーの佐藤弘之が難しい部分もあると言いつつ、断る理由なんて何もないなどと前向きな発言をしているそうです。
光源氏の再結成を赤坂明さんに聞いてみると、みんな前向きなんじゃないですか。腹を割って話せば、じゃあやろうよというのは可能だと思います。まず集まることが大事と明かしていました。でもやっていいのかなというのと、タイミングもあるし、そういう中で大沢みきおが区長選にねと苦笑いしていました。機運が高まればという感じなのでしょうが、ファンならずとも光源氏の再結成は見たいはずです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。